ATAX をご覧の皆さん、こんにちは。中村葵です。すごく頼もしい方だなと思いました。やっぱりこう作品をより良くするためにこういろいろ監督とかと話したりするような方なので、そういう方が真ん中にいてくれるのはすごく頼もしいです。すごくお芝居に誠実ですし、なんか演じるっていうことをこう楽しんでる人なので、一緒にやってて楽しいです。まあ今は福田はトラコのためにいろいろサポートして、時にはトラコに振り回されたりしながらっていう感じなんですけど、でも本当になんでそこまでするのかっていうのは明らかになっていきますし、じゃあ福田はなんで東大卒で財務省っていう、すごくこう傍から見ると羨ましがられるような人生を歩んできたのに、なぜそこを辞めたのかっていうところも出てきて、もちろんそこにはトラコは実は関わってて、必ず明らかになるところなので、ぜひ見てもらえたらいいなと思います。やっぱり自分が思ってる以上に自分は周りの人に支えてもらってるっていうことは、なんかもう教えたいっていうか、まあ教えられたらいいなと思いますね。自分が見えてるものが全てじゃないっていうか、自分が見えてないところでいろんな人が動いて、いろんな人の支えのおかげで今の自分があるっていうのは、年を重ねていくたびにこう感じるので、あんまり自分で自分にお金を使わないタイプなんですけど、例えば親に父の日母の日そういった時にお金を使って何かプレゼントしたりとかするのは、まあいいお金の使い方なのかなとは思いますね。まあ自分のためにっていうよりは、人のためにお金を使った時の方がそういう思いが強いですかね。このドラマは本当に一見突拍子もないことを教えてるけど、実は大切なことを教えてくれる先生っていうのはもちろんそうなんですけど、でもただそれだけの実はいい人でしたっていうお話じゃなくて、その先にトラコの謎みたいなものがあるんで、トラコのことを知れば知るほどよりトラコのことが分からなくなっていくみたいな、そういうところがすごく魅力的なドラマだと思うんで、ぜひ最後まで皆さんに見てもらえればいい、嬉しいなと思います。